回はレッドマジック9 Pro について家電レビューのプロレンティオ編集部が詳しくご紹介します。なおスマートフォンはレンタルでお試しもできるので概要欄の URL からチェックしてみてください。まずはレッドマジック9 Pro の特徴についてご紹介します。レッドマジック9 Pro はこれまでのレッドマジックシリーズのデザインを踏襲した無駄な装飾がない無骨なデザインが特徴です。前モデルまではカメラが中央に配置されていましたが、レッドマジック9 Pro では背面の左側に配置されていることでレンズとファンが3つ続く形になり統一感があります。またフルフラットの背面ディスプレイとなっており、カメラ面を下にしてもぐらつくことがありません。充電時やゲームモード起動時にはファンやナンバーが RGB カラーに光るようになっており、ゲーミングスマホらしいデザインとも言えます。ディスプレイは 6.8 インチの大画面にフルフラットディスプレイを採用しており 93.7% の画面占有率を実現しています。インカメラを画面下に配置することでディスプレイ全てを使用でき、ベゼルの狭さも相まってゲームの世界に没頭することができます。また全モデルから最大輝度が 23% 向上、1600ニットまで画面を明るくできるようになり、屋外でのゲームプレイも快適になりました。レッドマジック9 Pro の目玉とも言えるのが SOC にスナップドラゴン 8Gen3 を採用していることです。全モデルと比較して CPU 性能を 32%、 GPU 性能を 34% 向上させながら、消費電力は CPU で 34%、 GPU で 38% も削減しています。 SOC の性能を測ることができるギークベンチ、アンツツベンチマーク、3D マークの3つのソフトを使用してスコアを出してみました。スナップドラゴン 8Gen2 リーディングバージョンを搭載した全モデルのレッドマジック 8S Pro ではスナップドラゴン 8Gen2 と比較してスコア上そこまでの進化を感じませんでしたが、スナップドラゴン 8Gen3 では明らかなスコアの向上が確認できました。こちらも平均しても200万超えと驚異的なスコアになりました。20回同じ計測を繰り返すワイルドライフエクストリームストレステストで計測してみましたが、従来のスマートフォンでは後半になるにつれて温度の上昇とともにスコアも下がってしまうのですが、レッドマジック9 Pro では冷却性能が優れており、後半になってもスコアが下がることはありませんでした。いずれのベンチマークスコアでもスナップドラゴン 8Gen3 では性能の向上が確認でき、優れたパフォーマンスを期待できることが分かりました。レッドマジック9 Pro にはゲームを快適にプレイするための機能が多数搭載されています。側面のショルダートリガーは画面内の好きな位置を押す設定ができるボタンです。画面内に仮想の操作ボタンを配置し、ショルダートリガーに割り当てることで親指を離すことなくキャラクターの操作などを行うことができます。カメラ下部に通常のスマートフォンにはない大きめのファンが搭載されています。カメラ位置が変更されたことで風がストレートに送れるようになり、エアフローが大幅に向上しました。 Wi-Fi 7にも対応しており、オンラインゲームでも高速かつ安定した通信を実現しています。 3.5mm のイヤホンジャックが搭載されているので、有線イヤホンを変換ケーブルなしに手軽に接続できて、音が重要なゲームでも快適に遊ぶことができます。 6500mAh の大容量バッテリーを搭載しているので、数時間のゲーム利用でも安心です。さらに充電分離機能が搭載されているので、バッテリーを介さずにスマートフォンに直接給電できます。充電しながらゲームをしてもバッテリーに負荷をかけることもありません。また最大 80W の急速充電にも対応しています。フローティングウィンドウはゲームの画面上にウェブサイトなど他の画面を重ねて表示できる機能です。例えばゲームプレイ中に攻略サイトを表示したり、 YouTube を見ながら放置ゲームを置いておいたりといったことも可能です。ゲーミングスマホといっても日常的に使用するカメラ性能も重要ですよね。ここからはレッドマジック9 Pro のカメラ性能を作例とともに紹介していきます。レッドマジック9 Pro は5000万画素の広角レンズと超広角レンズの2眼構成になっていて、高解像度のレンズを搭載しています。さすが5000万画素の高解像度だけあって、 PC モニターのような大画面で確認してみても画質の良さを感じることができます。一方で通常の撮影モード以外にもポートレートや夜景モードではまずまずといったところで、特に夜景モードに関しては空の色が白飛びして不自然な色になってしまいました。デジタルズームに関しても実用レベルといえるのは2倍までで、通常の撮影モード以外は従来のハイエンドスマホに劣るカメラ性能になりました。続いて動画性能を検証するために Vlog の撮影を行ってみました。レッドマジック9 Pro では広角カメラに OIS とフレア防止対策を搭載したことで動画性能にも強くなりました。 OIS については、歩きながら撮影している場面では映像からも手ぶれの補正を感じることができました。
しかし補正が効きすぎてしまっているせいか映像に違和感を感じました。フレア防止対策に関しては逆光で撮影しているシーンでもそこまで見えづらくならずに撮影できた印象です。レッドマジック9 Pro をしばらく使用していて気になるポイントがあったのでご紹介します。レッドマジック9 Pro はお財布携帯非対応です。 PayPay などのバーコード決済は利用できますが、現在スマートフォンで ID やクイックペイなどのサービスを利用している方は乗り換え時に注意が必要です。全モデルまで左側に配置されていた音量ボタンがレッドマジック9 Pro では右側に配置されています。電源ボタンと近い位置にあるため電源ボタンを押そうとして間違えて音量ボタンを押してしまうことが何度かありました。慣れの問題とも思いますが、音量ボタンは左側のままで良かった気もします。年々スマートフォンの機能は向上していますが、ここまでゲーム性能を追い求めたスマートフォンは多くはありません。スナップドラゴン 8Gen3 を搭載したことは2024年のスマートフォン業界のゲームチェンジャーとなること間違いなしです。優れたゲーム性能をスマートフォンに求めている方はレッドマジック9 Pro をぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。スマートフォンは家電のサブスクレンタルサービスレンティオでお試しができます。スマートフォンの他にも様々な商品をお試しできるので、ぜひ概要欄の URL からチェックしてみてください。またレンティオチャンネルでは今後も注目の家電情報をご紹介していくので、チャンネル登録もよろしくお願いします。